これメガファブ TV 特別枠でここ今撮影しちゃった。秋葉ちゃん大丈夫？服5本ぐらい飲んでなかった？そんなに飲んでない。そんだけ飲んでない。これ下がっちゃうんで。え？釣れども釣れども飲んだ。これは何匹釣ったんですか？絶対にですかね。もうなやめろよって感じでやめて違うとこ行っても飲む。で違うとこ行っても飲む。好きだ。何なんだろう。短かった。本当はダメだった。いや、もういい。もういい。そんなじゃないから。秋葉町特別枠で撮影してあげなかったから。それでは、JB 茨子シリーズ第3戦タンクルカップの表彰式を始めたいと思います。まず今回の、冠スポンサーであります、ハンクル代表泉さんご挨拶の方をお願いします。あ、どうも皆さんお疲れ様でした。無事検量終了ということで、一安心です。皆さんお世話様でした。ありがとうございました。ですね、弊社、9月ちょっと遅れてるんですけども、新製品スーパージョーダンっていうのが出ます。68mm、それ結構テストでは非常にいい成績でバラシが少なかったというか、だけども今日私朝一に2発出てバラしました。それで今日は冗談で出る日だなと思って、あと釣れなくなるとライトリングやって両どっち使って釣れませんでした。残念です。はい。あ、まあ、それでうち、まあ、弊社はですね、2024年に50周年を迎えます。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげで、成り立ってますんで今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。JB 桧原湖シリーズは10番からの表彰になります。第10位 JB 桧原湖ゼッケン、102番藤井健二選手、ウエイトが 2194g です。藤井行きたいな。続きまして第9位 JB 桧原湖ゼッケン5番加藤俊田選手、ウエイトが 2280g です。続きまして第8位 JB 桧原湖ゼッケン20番松田剛選手、ウエイトが 2316g です。第7位 JB 桧原湖ゼッケン61番竹内俊美選手、ウエイトが 2386g。 おめでとうございます。やりました。続きまして第6位、惜しくも表彰台残してしまいました第6位です。 JB 桧原湖ゼッケン70番鈴木浩一選手、ウエイト 2408g です。
ここまで来たと昨日の J リーグと同じようなウェイトかなと思うかもしれませんが、ここから一気にウェイトがすごい数字になってます。はい、表彰台に、5位から上がっていただきます。第5位 JB ひばらこゼッケン3番木戸文也選手、ウェイトが 2875g です。はい、おめでとうございます。すごいじゃん。続きまして第4位 JB 茨子ゼッケン31番竹島正彦選手、ウェイトが3026g。第3位 JB 茨子ゼッケン35番佐藤徹選手、ウェイトが 3072g です。ありがとうございます。拍手が上がってますね。続きまして準優勝 JB 茨子ゼッケン109番佐藤健太選手、ウェイトが 3092g です。JB 茨子シリーズ第3戦ハンクルカップ優勝 JB 茨子ゼッケン11番金沢俊介です。ウェイトが 3488g です。私の方のエリアは北部中心に、朝市、まあ、馬の口から、まあ、向かう裏、まあ、ラーメン屋さん橋、どうぞ。そうですね、今日はもう立ち木と、あと、まあ、場所なんですけど、和製沢の沖に、あの流木、3092g、はい、じゃあエリアと言い方をお願いします。はい、エリアは全部大川で、なんか一回あれですよね、やめられてました。いや、やめてないです。全然気が通わなかっただけです。あ、そうですか。なんでそっちに俺真ん中に俺隠したのよ。あ、すいません。マスクも大丈夫。行くぞ、こっちね。はい、OK。 いいよ。これ動画だよ、これ動画。喋る。これ動画。これ動画。久々に勝ちました。これも釣ったよ。JB ひばらこ第3戦優勝の金沢俊介選手です。ありがとうございます。もうみんなね、3キロ釣った人はね、自分が優勝ってみんな思ってたみたいだよ。あ、俺は全然まだ。本当に何勝目？ J2 合わせ6勝目。大川だったんだな。完全に2メーター、3メーターもライブスコープで見て魚探してみて。そうっす。まあ運が良かったっす。1670は出来すぎっす。ナイスだよ。最終戦も頑張ります。羽根物か。俺も今日こっちはバドやったんだけどさ。いや、羽根はでもアテンシアだって先週より初めて羽根物出てたぞ。初めて、生まれて初めて。結構そういう人多いんだよね。で、今回投入したら、なんかまあ堅苦しいイメージを持ってたんですね。結構なんか、ね、そんなに難しく考えず普通にやったら。やっぱジュニアの方のサイズが、サイズ感的には、いや、俺がただビビりなだけなんで。大きい方が呼ぶらしいんで、大きい方も買おうかな。買おうかな。よかった、おめでとうございました。ありがとうございます。
がとうございました。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。